新潟県立都市公園における民間活力導入方針検討、事業提案サンディングの実施について、本調査の背景。全国の都市公園では民間のアイディアやノウハウを活用し、スポーツ、宿泊、食文化、レジャーなど、様々なテーマや手法で公園の魅力向上に向けた取り組みが進められています。新潟県においても県民のニーズの多様化に対応し、 県内の都市公園の魅力向上も求められている中で、財政負担の軽減や都市公園の利便性、利用者の満足度を高めることを目的として、公募設置管理制度、パーク PFY をはじめとした民間活力の導入を検討しています。今回の調査で対象となる県立都市公園は、地図で示されている8公園です。パーク PFY 制度について、 パーク PFY とは平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた制度です。都市公園において飲食店、売店などの収益施設、公募対象公園施設の設置または管理を行う民間事業者を公募により選定する手続きのことです。公募対象公園施設で得た事業収益を園路、広場などの公園整備、特定公園施設に還元することが条件となりますが、 同時に従前の制度よりも広範な特例が設けられています。具体的には設置管理の許可期間が最長20年間まで延長可能になるほか、憲兵率の上乗せや自転車駐輪場等を利便増進施設として設置することが可能になります。これにより民間投資の促進、公園の維持管理の財政負担の軽減、民間のノウハウ導入による公園活性化を見込む制度です。 このパーク PFI 制度の導入によって様々な効果が期待できます。公園管理者にとっては事業者の選定プロセスが明確化され民間事業者が参入しやすくなることによりより効果的、効率的な公園の再整備が実現しやすくなるという利点があります。参画事業者にとっては特例措置によるインセンティブによって公園という立地環境を生かしつつ長期的な戦略を持って 安定的な施設運営が可能となります。公園利用者にとっては、公園の利便性とともに、公園の周辺も含めたエリアの魅力向上が期待できます。h ーク p f y 導入までの流れ。h ーク p f y の実施にあたっては、法に定められた手続きに基づき、図のような流れで事業者の公募、選定を行うことを想定しています。今回は、 想定プロセスの第一段階にあたる事業提案のサウンディングを実施します。サウンディング調査の概要。今回のサウンディングでは、県立都市公園8公園を対象に、民間活力導入に向けた方針検討のため、民間事業者の自由な発想やノウハウ等による新たな施設整備、対象公園の魅力向上に資する事業などについて、 自ら事業主体となって運営を行う意欲のある事業者、団体等から広く意見や提案を求めます。次の日程で実施しますので、県、内外問わず様々な事業者の皆様からのご提案をお待ちしております。